芸人アムです。パニュパニュー。どうも映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモの斉藤です。ちょっとごめんごめん。あのね、できんじゃうのよ。3番目のオチかって思ったから気持ち悪い。わかるわかる。はい、この番組はですね、映画好きが勝手に集まって好き勝手喋る番組となっております。あの勝手だね。勝手を強調しすぎだ。え、こんな感じだったっけ。勝手に集まってじゃない。そんな暇な3人が集まって間違うの。今日はちょっと2人に見てもらいたい映画があって、うん、ではい、それ2人見てもらってちょっと感想を聞きたいなと思った。日記か。な思った。ダメダメ帰らないで。ダメダメダメ。改めてどうしたのよ。今日僕が紹介したい映画は、はい、フランケンジョーズです。フランケンジョーズ。はい。やばそう。なんでなんで。面白い。面白いの？いや面白い。この映画、はい、ジョーズとフランケン主題を入るってことだ。映画で、ね、これ見たら多分ね、二人のサメ映画の価値観変わると思う。あ、変わる。おー。てか、もうこんなサメ映画見たことないっていう。へぇ、新しいサメ映画の体験をね、ちょっとしてもらいたいなと思います。へぇ、今ね、はい、もうサメ映画めちゃくちゃあるじゃないですか。あるあるね、多い多い。デビルシャーク、トリプルヘッドジョーズ、うん、シャークネードとかいっぱいありますから、うん、もっとおなじみの言ってる。ネグザモンスターとかね、いろいろあるから。全然今わかんなかった。全然わかんなかった。シャークネードで聞いた。ごめん、俺もう麻痺してると思う。サメ映画ってるからね。今日、はい、でもガチで感想言いますよね。ガチで言うよ、それ。いや、それ俺も聞きたい。ガチ面白い、おはつまんないの2択しかないけど大丈夫。欲しい。ここ欲しい。大丈夫。普通ぐらいもね。あんこさん的には何点ですか。あー、100点満点だとしたら。100点満点だと、まあ95。それぐらい面白いってことね。そうそう、僕はもう大好き。まあ僕はちょっとこの後、はい、ちょっとあの収録がありますんで。あ、抜けるの。はい、ちょっと抜けるんで、はい、それ帰ってきた後、うん、ちょっと感想を聞きたいなと思って。あ、終わりました。はい、はい、じゃあ皆さん、サメ映画の世界へいざ。なんかあるじゃん。もうやだ。え、カチ今。いや、ごめん、ダメ、言って言って、ごめん。カチ、ごめん。ただいまー。おかえりー。はい、始めていきましょう。いや、ちょっと待って待って待って。おい、クールダウンすなって。いやいや、ちょ、やっぱ番組だからちゃんとさ進行しないとやってた。あんこさんの感想をまず聞きたい。あー、なるほどね。95点でしたっけ。95点です。のやっぱさ、衝撃すごくなかった。衝撃ね。衝撃、まあ衝撃しかなかった。そうね、こんな映画あるみたいな。あー、なるほどなるほど、うん、まあなんか僕その大振り加減が好きだったな。演出、うん、ストーリー、キャラ含め、うんうんうん、まあそのなんだろう、何やってんだろうかもあったけど、それが癖になっちゃったっていうか、うん、あー、わーって、なんかサメ映画、こんな映画あるんだっていう新しい扉を開かせてもらった、うんうん、フランケン・ジョーズです。なるほど。すごい自信なくなってる。いや、でも本当にもう大好きな、大好き。好きなシーンとかないの。ここはもう名人ですみたいな。もうあれでしょう、うん、もうフランケン・ジョーズが人食べるシーンでしょ、うん、あー、あったあった、何個かあった、はい、えってなったし、いや、そこでもう心つかまれて、え、なにこれ、なにこれ。あー、なるほど。どう言っちゃうじゃん、感想、はい、ラムちゃんから。じゃあどう、まず思ったのが、あんこさんが95点って言ったのは、はい、いろんな映画会社に謝ってほしい。えちょっと今私は憤りを感じているというか。え、怒らせた。いや、結構今お怒りですよ。やばいよ、やばい、ごめんごめんごめん、うん、私こういう映画を初めて見ました、うん、ああ、はい。で、簡単に言うと、心は全くつかまれませんでしたね。ふざけんなよ。いや、こっちのセリフ。こっちのセリフですよ。マジ、いや、めっちゃ今で、ね、優しく言って、優しく言ってるよ。優しくないよ。なんか、なんだろう、サメにこう食われる。はい、あるね、あった、ある。人間とサメって、サメがこうしたら、うん、食べられるんですよ。まあ、口をね、こう、うん、パクってするから人間はこういなくなるわけです。まあ、今当たり前のことを言ってますよ、はい、ちゃん、はい、で、人間いて冷めるじゃないですか、うん、もうここで消えてるんですよ。食う時ね、うん、いなくなってた、確かに。いや、この斬新さがたまんない。あー、もう変態だ、これは。
あのみんな棒読み。そうね、棒読みだったね。途中で出てくるめちゃくちゃブチ切れたおばさんが出てくるのは一番演技うまかったんですよ。ああ、そこ唯一良かったってみたいな。唯一こう銃を持って、ね、ぶっ殺すぞあのサメは。うんうん。ほら、行くぞお前らって言ったと。うん、もうやーい。なんかもう本当に遅れてる。あったあった。周りのね5、6人ね。いやいろいろありましたよ。この船の運転手さんが、はい、あの喋らないんですよ一切。ジェスチャーだけでこう。そうなぜかね。うん、みたいな。うん、これは実は過去にサメのトラウマがあって言ってた、ね、はい、うん、声を失ってしまったのであろうっていうふうに変換しないと面白くないこの映画。あでもね、あのひどいシーンありましたよね一回。えどれ？あ全部か。まあいろいろひどいシーン。いやないよ、ないよ。いやだからなんか突っ込みながら見ててさ、なんかあんこさんみたいな映画だねって言ってたのね。え？要はそのそうあんこさんもほら噛んだりすごいするじゃん。あ、まあ、しちゃう。で、だんだん最近拾い忘れちゃう俺らも、うん、もういいかこれぐらいは、うん、この映画もそういう感じなのよね。その最初はめちゃくちゃなんだよそれ誰だよお前とか言って2人で突っ込んだんだけど、はい、もうキリがないからもう静かになっちゃうんですよ。拾ってたらキリないからで、交互にため息つき始めるえ、ちょっと待って俺今ため息つかれてんの？そういうことじゃないよ。いや、ツッコミ疲れで。ツッコミ疲れで。ツッコミ疲れ。全部拾ってたら大変じゃん、あんこさんのことをね。あ、まあまあ、はい。これをあんこさんがその95って言ってるじゃん、はい、で、なんなら他のさフィルマークスで見てるとさ、はい、結構 4.5、5しかない、はい、じゃん。高めだからね。わかりやすくね。そこと並ぶ95っていうことでいいの？あ、いや、そう、うん、本当に言ってんの？だからそれ言ってたんだよね。なんかそのほんこれボケだよなって。さすがにボケですよね。そう、俺らがつまんないもん見せやがってっていうためにやってくれた、うん、だとしたらまあわかるけど、うん、本当の95だとしたらもうちょっと首にしようかったな。おすすめしたらこうなる。うわー、嘘。いや、ちょっと待って、嘘だ。いや、だから95って言うからよ。もはや絶好というか、うん、え、友情関係も終わるぐらい。仕事もあるし、友達も終わる。おい、フランケン・ジョーズやめろよ、マジで。いや、確かに、好みはそう、分かれるけど、分かれるけど、でも俺は、こう、大の大人、このマーク・ポロニアって監督なのよ。アリゴーさんの YouTube で紹介した、うん、ビッグフット VS ゾンビ撮った監督の作品で、あえて多分これやってんのよ、はいはい、この作品、うん、でも正直言えば、確かにもうダメな人は本当ダメだと思う。まあまあまあ、そうね、うん、まあでもこれ Amazon プライムで見放題だったんで、見放題でした、うん、もうね、どういう人にお勧めしたいですかこれは。確かに、どう、もはや、まあ、もう見てのお楽しみですね。いや、やめた方がいい、本当にそれ。そういうこと言って俺らはね、騙されちゃった。騙された。いやだから、もう怖いもの知らず、とにかくヤバい映画が見たいっていう人は一、うん、回見てもらって、あ、はい、そこで、まあね、ヤバいはヤバいね、ちょっと自分が合うかどうか、うん、あんこ試験みたいなことでね、あんこさんの感性にそう、うん、合うか、テストするにはちょうどいい映画なのかもね、はい、うわー、くそー、あんこ信者増やしたかったな。でも分かんない、これ見て増えるかもしれない。コメントもらいましょうよ、だから、うん、くださいね、うん、無料でね、見れますから。そうですよ。ちなみに評価は 1.8 でした。一般の人のね。だってラムちゃん途中で映画って言わないで動画って言ってたもん。言ってた。一瞬動画って言ってた。マジで。